皆さんこんにちは。今回はビジランテに登場するナックルダスターのファンアートを作ってみたいと思います。作業時間は約7時間前後でした。まずは頭からグラブブラシをメインに大まかな形を作ります。鼻はマスクをかけて作ります。頬骨を強調する。耳はつい忘れがちなので早めに置いておく。色をつけてイメージをつかみやすく。歯があるだけでだいぶ見た目が変わります。まぶたはドローブラシで軽くなぞっておく。頭を作るときは首までがセットのつもりで作るとイメージをつかみやすいです。筋肉がすごいキャラクターは首の後ろの僧帽筋を強調するよ。マットキャップは気分で変えています。マスクをかけてエクストラクト。ここでちょっと色を塗ります。後にテクスチャーを作るのですが、色が塗ってあると作業しやすいです。マスクをかけて首と体を分離。体と腕をどんどん作るよ。大胸筋は肩の三角筋の下に潜り込むようなイメージで体を複製して服を作ります。プレーンを細分化して後ろの部分、手と足はあるのが分かるくらいのざっくりとした感じで、ここからちょっと早送り。バランスを整えつつ、少し細部のスカルプトをしているよ。ある程度形ができたので、ふわっとリメッシャーを使ってリトコしています。ハイポリのまま作るよりも、ローポリにマルチレゾリューションを使った方が、作りやすい気がします。細かい装飾部分はプレーンを基本にソリディファイで厚みをつけて作ります。服は手動で作り直します。
胴体と腕部分で当ててます。ここら辺はとにかくシンプルに厚み付けで作ります。服のシワは資料を参考にしつつ、あとは流れに任せます。ナックルダスターのナックルダスターもプレーンでシンプルに。色をつけます。グリースペンシルのラインアートを追加。何か追加しても線が出なくて悩みがちなのですが、カメラ視点じゃないと映らないのでした。もう少し顔の細部をスカルプトします。最近は眉間のスカルプトが楽しいです。テクスチャを使いたいのでさっくりと UV 展開。最近 UV パックマスターを買ったのですが、なんだか便利そうです。ヒゲを描いたらだいぶ雰囲気が変わりました。シェーダー 2RGB を使ってちょっと明暗を強調してみました。最後に歯を塗って完成です。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。またね。